中国のソロ版。グレゴール来ュの描いた計算机。マルガリータ・フィリサフカ。1508。この木版画は、エリスメッティカが、アルグリストとアボシストに命令しているところを描いている。アルジェブラがヨーロッパに紹介された12世紀から16世紀まで、アラビア奇数法による計算と、アバカスによる計算は、激しい競争状態にあった。アバカスは、主に、 アジアの一部で使われているソロンなどに代表される計算器具。現代のアバカスは、竹などを材料とした枠に針金を貼り、その針金に玉を通して滑らせるようにしたものである。しかし本来のアバカスは、砂、または木、石、金属などでできた板に溝を掘り、その溝の上で豆や小石を動かして計算を行った。アラビア数字を使ったクライド奇数法が広く、 採用されるまで、アバカスは何、世紀も前から使われてきた。今でも、アジアやアフリカなどを中心として、商人や事務員がアバカスを使っている。なおアバカスを使いこなす人を、アボシストと呼ぶ。アバカスという語の使用は1387年にまで、遡り、砂を使ったアバカスを表すごとして、ラテン語の単語を借りて、中英語の文章で使った例がある。 そのラテン語の単語はギリシア語のベータアルファークサイに由来し、特にその俗格、ベータアルファーカッパオーからラテン語に伝わったと見られる。ギリシア語のベータアルファークサイ自体も北西セム語、おそらくはフェニキア語からの借用とみられ、ヘブライ語のゴミを意味するビキュに似た単語に由来する。アバカスの複数型については異論があり、アボカススと、 アボサイという二つの形が使われている。紀元前2700年から2300年にかけて、シュメールのアバカスが初めて見られた。これは60新法の各桁に対応したカラムが並ぶ表である。バビロニアの設計文字の文字形状は、アバカスでの表現から生まれたのではないかとする学者もいる。カーキオに代表される古代バビロニア研究者は、古代バビロニア人が、 家法と元法にアバカスを用いたが、この原始的器具ではそれより、古代エジプトでのアバカスについては、ギリシアの歴史家ヘロドトスが言及しており、エジプト人は小石を右から左へ動かしており、ギリシア人の左から右へという作法とは逆だと述べている。考古学者は様々な大きさの古代の円盤を発見しており、係数に使われたと見ている。しかし、 そのような器具が描かれた壁画は発見されていない。紀元前6世紀、アケメネス朝の頃、ペルシャでアバカスが使われ始めた。パルティアやサーサーアンアサでは、学者らがインド、中国、ローマ帝国など、周辺の国々と知識や発明品を交換し合った。古代ギリシアでのアバカスについての最古の考古学的証拠は、紀元前5世紀のものがある。 ギリシアのアバカスは木、または大理石でできたテーブルであり、木、または金属製の小さな係数用の玉が備え付けられており、計算に使われた。このギリシアのアバカスがアケムネスアッサ、エトルリア文明、古代、ローマなどでも使われ、ヨーロッパではフランス革命の頃まで使われ続けた。ギリシアのサラミス島で1846年。 紀元前300年頃のアバカスが発見されており、今のところ最古のケースロ版とされている。白い大理石製で、長さ 149cm、幅 75cm、厚さ 4.5cm で、表面に5グループの印がある。中央には5本の平行線が描かれ、その中央を1本の垂直な線が貫いており、その垂直線と一番下の水平線の交点に、 半円が描かれている。それらの線のもとに水平のクラックで分割された広いスペースがある。さらにクラックの下には11本の水平線が描かれ、こちらも中央を垂直線が貫いている。ただし、半円は一番上の水平線と垂直線の交点にある。3本目、6本目、9本目の水平線と垂直線の交点には印が描かれている。 ローマ式アバカスの複製古代ローマでの一般的な計算方法は、ギリシアと同じで、滑らかなテーブル上で、係数用の玉を動かして計算した。もともとは小石を使っていたが、後にゼトンという硬貨のようなものができ、中世ヨーロッパでも使われた。ローマ数字の体型に沿って、ゴーヤ銃などを印のついた線で表す。このような係数用の玉を並べるシステムが、 ローマ帝国後期から中世ヨーロッパにかけて使われ、続け19世紀まで細々と存続した。ローマ教皇シリエステル2世がアバカスをより便利にする改良を加えたため、11世紀にヨーロッパで広く使われることになった。紀元前1世紀、ホラテウスは板の表面を黒い牢で薄く折ったアバカスについて記している。尖り室でローに線を引いたり、 図を描いたりして使う。ローマのアバカスについての考古学的証拠として、紀元1世紀のものと見られるアバカスを復元したものがある。8本の長い溝には最大5個の玉を置くことができ、その上の8本の短い溝には1個の玉を置くことができる。溝には愛や天といったマークがあり、最上位の溝は100万である。短い溝に置かれた玉は5を意味し、マークと合わせて、 愛が5個とか、天が5個といった数を示す。いわゆる25神法であり、明らかに、ローマ数字の体系と関係している。ソロ版表示している数は63億271万5408中国チャン数書、人口における日本人教師による児童へのソロ版の授業に関する、最古の文書としては、紀元前に世紀のものが知られている。中国のアワカスは、 ソロンと呼ばれ、20センチメートルほどの高さがあり、幅は様々なものがある。軸は7本以上あるのが一般的である。各軸には、針を挟んで上側に2つ、下側に5つの玉が通されていて、10進法と16進法の計算が可能である。玉は、剣木製で丸い形状のものが多い。玉を軸に沿って、上か下に動かすことで計算する。 針側に置かれた玉は数え、上下の枠側に置かれた玉は数えない。量を上下から指で挟んで、その手を水平に動かすことで、すべての玉が上下枠から離れることになり、値がありセットされる。ソロ版は単に数を数えるだけでなく、下方、原法、情報、助法、平方根、立方根などを素早く計算する技法が発達している。そのような技法を教える学校が、 今も存在する。宋の超託誕が描いた生命状下とには、店頭で、長面や処方箋の脇にソロ版が置かれているのが見える。中国のソロ版は、ローマのアバカスとよく似ており、ローマ帝国と中国は、シルクロードを通じて交易していたことから、どちらかがどちらかに影響を与えたと見られている。しかし明らかな証拠は見つかっておらず、 手の指が5本であることが基本となっているので、偶然似たようなアバカスが両方で生まれたとする考え方もある。ローマのアバカスは4玉と1玉を使うもので、現代の日本のソロ版に近い。一般的な中国のソロ版は5玉と2玉で16、新法でも使えるようにしている。また、構造的にローマ式の溝に玉を置くだけの方式よりも軸に玉を通す。 東洋式の方が計算が早いと見られる。ソロ版のもう一つの起源と考えられるのが中国の賛義で重心法で数を表すが、桁のプレースホルダーとしての例の概念がなかった。中国にゼロの概念が伝えられたのは唐の時代と見られている。その頃中国の商人がインド洋を公開してインドや中東と直接接触し、ゼロの概念や小数点の概念を インド人商人や数学者から教えられ、中国に伝えたと見られている。日本のソロン日本ではアバカスをソロンと呼ぶ。1600年より前に中国のソロンが伝えられ、独自の改良が加えられた。現在の重心法専用のソロンは1930年代に登場し、中国のようにと良好に16進法を使うことが、なくなった日本で広く使われるようになった。 一般に安価な電卓でほとんどこと足りるようになったが、日本では今でもソロ版が生産されている。小学校の算数では今でもソロ版の使い方を教えており、主に暗算能力を高めるためと言われている。ソロ版の視覚的イメージを思い浮かべることで、場合によってはより素早く暗算できるとされている。中国のソロ版は1400年頃朝鮮に伝わった。 朝鮮ではこれを、と呼ぶ。クシャロンなどの一世紀の文献に、インドでのアバカスに関する知識や仕様が記されている。五世紀頃には、アバカスの計算結果を記録する、新たな方法が発見されている。すなわち、アバカスの空の桁を、シュニャという語を使って書き記していた。インカのキープインカで使われていた、ユパな古代マヤ文明でネパダーソボルシントソンと呼ばれる。 アバカスが使われていたとする文献もある。メソアメリカのアバカスは二重心、ほ五桁の体型を使っていた。ネパダーソワルシントソンという語は、ナワトル語から来ており、n e ポール、または、ポフーリー、トシントソンという語の組み合わせである。したがって、本来の意味は、何者かが小さな似たような要素群を数えることである。 カルメカクという学校で幼少期から天に捧げられた生徒であるテマルプッケイに教えられていた。しかし、ネパダーソワルシントソンによる計算の素早さや正確さを目にした征服者がそれを悪魔的だと判断し、征服時の破壊によってその伝統を完全に失わせてしまった。その計算器具は二重新法に基づいていた。アステカでは二重新法が普通に使われていた。 ネパダーソワルシントソンはバー、または中間の紐で2つの部分に分けられており、左側には1から4を表す4つの玉があり、右側にはそれぞれが5に相当する3つの玉がある。これで各桁が1から19までの数を表し、1つ上の桁は読み取った値を20倍したものに相当する。全体で13桁で1桁を7玉で表すので、全部で91個の玉がある。 7と13、それらを掛け合わせた91という数は、様々な自然現象や、天の運行を表す数字とされていた。例えば、91は、季節の日数、91の2倍の182は、トウモロコシの栽培にかかる日数、91の3倍の273は、妊娠期間、91の4倍の364は、約1年とされていた。 ネパダーソウルシントソンの計算できる範囲は、天文学的数値から極小の量まで広範囲であり、現代のコンピュータに換算すれば10桁から18桁の不動小数点数に匹敵した。ネパダーソウルシントソンを再発見したのは、メキシコの技術者、デビッド・エスパルザイ・ダルゴで、メキシコ中を旅してその器具を描いた版画や絵画を発見し、金や、カワセミや、 貝殻などを使っていくつか再現している。オルメカ時代のものとされている古いネパダーソウォルシントソンも発見されている。ユカタン半島では、暦の計算に使われた後進法と四進法のアバカスも発見されている。これは本来両手の指を使っていたアバカスであり、一方の手の指が順に0、一、二、三、四に対応し、もう一方の指が0、一、二、 3に対応する。ゼロが使われていたことに注意。インカ帝国のキープは紐に結び目を作ることで数値データを記録するものだが計算はできない。計算器具としてはユパナがあり、制服後も使われていた。その使用法は不明だったが2001年にイタリアの数学者ニコルノ・デ・パスクアーレがその数学的基礎を説明する説を提唱した。 いくつかのユーパナを比較することで、その計算の基盤に、フィボナッチ数列1、1、2、3、5が使われており、器具のそれぞれのフィールドに置かれた値20、20、40のべき乗を適用することが判明した。フィボナッチ数列を使うことで、各フィールドに置くべき粒の数が最小化されるという。ロシアのアバカスロシアのアバカスは、スコティと呼ばれ、軸が曲がっていて、 針で分断されていない。それぞれの軸には10個の玉があるが、1本だけ4つの玉しかなく、小数点以下の0.25を表すのに使われる。かつては4分の1カペーカを表すための桁もあった。ロシアのアバカスはソロ版などとは異なり、縦に置いて使用し、軸が左右になる。玉が左右どちらかに落ち着くよう、軸が上に膨らむように曲がっている。最初は、 すべての玉を右端に寄せておき、必要に応じて玉を左側に移動させる。数えやすくするため、10個の玉の内真ん中の2個を通常とは異なる色にする。また、1000の桁や100万の桁の左端の玉も違う色にすることがある。単純で扱いやすい器具なので、ロシアのアバカスは、かつてのソビエト連邦全土の商店や市場で使われていた。 そして1990年代まで学校でその使い方を教えていた。機械式計算機が発明されても、ロシア及びソビエト連邦ではアバカスが捨てられることはなかった。ロシアでアバカスが使われなくなるのは電卓の普及によるもので、ソビエト連邦では1974年に小型電卓の生産が始まっている。 ナポレオン・ボナパルトの陸軍に従軍して、ロシアとの戦争で捕虜になった数学者、ジャン・ビクトル・ポンスレが1820年、フランスにロシア式アバカスを持ち込んだ。西ヨーロッパではアラビア数字による奇数法と計算法が導入されたため、16世紀にはアバカスが衰退していた。そのため、ポンスレの同時大臣には、ロシアのアバカスが目新しいものとして映った。 ポンスレはそれを実用に教したわけではないが、アバカスの使い方を実演して教えたりした。デンマークの小学校のアバカス。19世紀初めアバカスは、世界各地で幼稚園や小学校で、クライドリキ数法と算術を教えるのに使われている。西洋で使われているのは、ロシア式アバカスのような形態だが、軸はまっすぐで、枠を立てて使うのが一般的である。 チークガングにも木製やプラスチック製の同様なものがある。中には特に暗い取りを意識しないアバカスもあり、画像の例のもので軸ごとに桁が違うと扱わない場合、全体で100まで数えることができる。ティム・クランマーが発明したアバカスは、今も失明した人がよく使っている。玉の裏側に柔らかい布かゴムが貼ってあり、玉が不要意に動くことがないため、視覚障害者でも使える。 使用者は玉に触って数を確認するが、その際も玉が不用意に動くことがない。情報、助報、下方、原宝、平方根、立方根の計算が可能である。視覚障害者は数字を読み上げる電卓も使えるが、アバカスは西洋の盲学校でよく教えられている。アバカスが使えるようになると計算能力が鍛えられるという利点があり、それは喋る電卓では得られない。 数式を表現できる展示コードもあるが、大きな数の乗算や除算を展示で表現するのは難しい。視覚障害者がアバカスを使うのと、普通の人が紙とペンで筆算するのがほぼ同程度の速さになると言われている。多くの視覚障害者がこの便利な器具を生涯使い続ける。二つの日地方アバカス。中国のソロ版を改造して、ドクター・ロバート・シーグッド。 ジュニアが作ったもの日チ法アバカスは、コンピュータが数を操作する方法を説明するのに使われている。日チ法アバカスは、数や文字が日チ法のコンピュータに格納される様子を示すことができる。軸は2つの針によって3つの部分に分けられており、それぞれの場所に1つだけ玉があり、ON 顔負荷を表す。ありがとうございます。